Halo semua, Assalamualaikum. はい、今日はですね、もう日本の時間だと6時30分ですね。あと少しで夏なので明るいね。本当はホタ動画を撮りたいんですけど、なんかね、風が強くてやめました。その代わりに今日ゲスト呼びます。特別です。私には一番ね、特別なゲストです。どうぞ。すごい出づらいわね。すんごい出づらいわ。皆さん知ってますでしょうか、この方。お名前はサンサンショコと申します。サンサンショコ、サンショコさん、なんかすごいですね。やだな、すごいやだな。お元気ですか？お元気だよ。いいね、このラジオ。最近何されているんですか？いや、マジで最近さ、はい、クルジャ、ダン、クルジャ、ダン、マサク、ダン、マサク、ムマサク、ムマサク、ダン、ワーキング、ワーキング、ダン。Done. Sky. Sky. Game. Game. Yeah. Main game. Yeah. Ya. Lalu tidur. Yeah. Biasanya tidur jam berapa? No. Hai, Soko desu. Cuaca panas Soko desu ne. Kore wa totemo ne. Nakanaka dekinai desu yo. Kono korabo.てか、そうですね、普段から毎日一緒にいるけど、毎日一緒にいますね。でも普段できないでしょ、このコラボは。皆さんだから、この動画をちゃんとしてない最後、ね、最後まで聞いて、まあ、じっくりとね聞いてください。あと、まあ、今のうちに、まあ、あの飲み物だったり食べ物だったり取ってきてください。じゃあ、他の動画はここまでにしたいと。え、短い。早かったですか？早いよ。あ、どうですか、お元気ですか？さっき話したよ。さっき話した。そうか。アディが、あの、なんていうの、アディが下手すぎる、うん、進行役。いやいやいや、あなたがやってみてよ。私がゲストになるよ。はい。やだー。はい、今日のゲストはアディさんです。どうもどうも。今日はここにお越しって、実はダメだ、噛みすぎて。私より減ったじゃん。っていうことで、いい報告がありますよ、ね、結構いい報告で、結構いい報告。このね、この情報ね、私の会社の人にもね話したらね、めちゃくちゃ盛り上がります。あ、そう。はい。やっぱすごいね。うん、そうだよね。なかなかね、これはなかなかないです。うちもお店の人に言ったら、すごいじゃんって。その人はサッカー分かってる。あ、そう。お子さんがね、サッカーやってるんだ。うん、すごいな。いやー、ってことは何でしょう。7月23日。23日、土曜日。ジャワジャパン家族、お母さん、お父さん、うん、パパ、私、翔子、ね、4人分の中のね、うん、なのチケットがね、そう、4人分ね、4人分が当たったんだよね。当たりました。へい。で、これはね、ただのチケットじゃないの。ただのチケット、ただのチケットじゃない。ただのチケットだと、例えば、普通のさ、普通の、まあ、G リーグのチケットって、まあ、もう普通にあるじゃん。待てれば来るじゃん。うん、でも今回は抽選じゃないと。そうだね、当たんなかったよね。そう。しかも、まあ皆さんもね、サッカー好きな人がいるからね、わかると思うんだけど、今、世界で一番は注目になっている、チェンツーがいるチームが、PSG、PSG、パリ、パリ・サイン・ジェルマンっていう、パリ、
パリです、うんうんうん、フランス、うんうん、それがな、それがな、日本にね、なんと7月の20、23、25かな、あ、やってくるの、うんうんうん、日本に。このたまたま23日は土曜日で、そうなの、相手が浦和レッズ、まあ今回やるチームが、まあ、川崎フロンターレ、浦和レッズと確かガンバ大阪ですね。あ、3チームもやる。そうです。だから20日、23日と25日だと思う。ん、それでその一つの23日ちょっと土曜日だから、まあ、うちらね休みだからね。そうそう、たまたま、あ、もう私そのままね、私ね仕事でねニュース見て撮りたくてお父さんに連絡したんだよ。ニュース見てね、もうやってくるじゃん、浦和じゃんって思ってね、休み日じゃんって思って、ね、寒いんでしょ、私で担当だよね休みじゃんって思ってね、そしたらね、かお父さんにこれやるんですかってねって、うん、送ったのは LINE で、でお父さん撮ってくれたのよありがとうございます。ありがとうございます。まだ頼んでないのに戻ってくれたんだよね。おかげさ、ま、おかげだよね。で、当たった。一週間ぐらい待って、結果が出るんですよ。なんとなんと、当たりましたね。イエーイ。まあね、台風とかなければいいんだけどね。来月。だから見れるように。7月は大丈夫じゃない？大丈夫。メッシー。暑いと思うよ。ね。だからそのチームにメッシー、ネイマーとエムバッペがいる。エムバッペって選手がすごいんでしょ？すごい。エムバッペもすごいし、ね、メッシーもすごいし、ネイマールもすごい。みんなすごい。うん、アルゼンチンのトップ選手。あと、それがメッシー。で、ブラジルのトップ選手がネイマール。で、フランスのトップ選手がエムバッペ。うんうん、ね、今度は。その試合を見に行きます。私見に行きたいって言った割にはあまり詳しくない。でも行くと楽しいから、うん、見れば楽しい、ね、分かんなくて、うん、楽しみにしててください。楽しみにしててください。ということで今日の動画報告動画だね。報告動画です。だから7月の27日ジャージャパン家族4人メッシーネイマールとエムバペ見に行きます。浦和対 PSG イエーイ。上がるのはだから24、早ければ24はありえないかな。どうしようかな、なかなかこんなでしょうかな。まあ楽しみにしてください。まだ来月だからね。そうだね。じゃあここまで、うん、ここまでにしたいと思います。また次の動画も楽しみに。これもう毎回定番になったして待っててくださいね。スタンバイクトゥムラディ、アッサラマレイクー。